仁淀川に架かる沈下橋。ドキュメンタリー、監督今井智樹、シグロ作品、明日をへぐる。せーのよ。楮の束を立てる。蒸し上がった楮から白い蒸気。昔から変わらず続けられてきた楮のある暮らしの風景。お手伝いに集まることをゆいと呼ぶ。庭に座って楮の皮を剥ぐ人々。おいくつなんですか？はにかむおばあさん。写さない。幼い女の子とお母さんも参加。へぐるとは、楮の表皮部分をそぎ取ることを言う。女性たちの手慣れた作業。藤尾さんのおらんなとどうするかと。いや、まだおるわ。楮畑の急な斜面を登るおじいさん。古い株のブラシがけ、新芽の間引き作業。縁側に座る夫婦。100年もその辺も前からやるよ。天然杉の巨木。私たちの命よりはるかに長い千年の時を超えて生き続ける和紙。楮の繊維で古い文章を修復。みんな若い村稽古せないかんぞね。作業を続けるおばあさん。へぐりで90歳の先輩の話とかいろいろ聞いていくうちに、あれはなくなりそうになってるけど、そのままでいいんかなっていうか、自分らもっとそれ知りたいのになとか。紙すき職人。楮と共にある山里の暮らしから私たちの明日を見つめ直す。明日をへぐる。9月11日よりポレポレ東中野にて公開。他全国順次公開。日本語字幕付き上映。音声ガイドはアプリ UD キャストで対応。